皆さんこんにちは、さくらろんチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は剪定や旅行でもなく、我が家のプリンターが壊れて新しいプリンターを購入したので、そのセットアップや印刷結果をご案内しますので、興味のある方はご覧ください。はい、これが壊れたエプソンのEP804 のプリンターです。今回購入したプリンターエプソン EW452A です。これからセットアップ方法、パソコンとのインストロール、印刷結果をご案内します。はい、これから開けてみます。ちなみにこのプリンターは Amazon で9100円でした。このプリンターにした理由は、我が家でのプリンター使用頻度が、年数回の写真と年賀状くらいしか使わないので、4色カラーの格安プリンターで十分と思ったからです。4色のインクが入ってます。これは早分かりガイド説明書です。これが今まで使ってた804です。こっちが新しくしたもの、購入した EW452A です。ではセットアップしてきます。まずは保護テープを取り外します。すべて取り外していきます。慎重に取り外します。はい、付属品ですが、ソフトウェア早分かりガイド、4色インク、電源コードでした。プリンターを後ろに回し、電源コードを接続します。操作パネルを見やすいように向け、そして、トレイを引き出します。電源ボタンをランプが点滅するまで長押しします。次に、スキャナーユニットを開け、インクカードリッジをセットします。カードリッジを袋から出します。カードリッジについている黄色いテープを剥がします。次にインクカードリッジをセットします。なおカードリッジの黒のみ4、5回振ってからセットします。カチッと音がするまで浮きがないように確実に押し込みます。液晶画面充填を開始してください。
スキャナユニットを閉めます。充填を開始します。約6分かかるそうです。はい、初期充填が終了しました、これから印刷の調整をします。トレーに用紙をセットします。液晶画面には充填が終了したので、きれいに印刷をするための調整をしてください。はい、調整をする。 OK OK ボタン。はい、印刷する。 OK。 A4 サイズの数字をセット、ノズルチェックボタンを印刷してください。印刷開始。試し印刷をしました、はい、線もきれいに印刷できました、印刷をさらにきれいにするため、細かい調整をしていきます。この印刷したものを番号ごとに、より鮮明なものを選び、画面にその番号を入力していきます。次は位置を調整します。位置調整の紙を印刷します。この印刷した中で隙間や重なりが最も少ない番号を選びます。疲れ番号を選び、次の画面を設定してください。 OK。4番だよね。4番、 OK。 4番で OK。 はい、調整が終了しました。今後調整するときはプリンターのお手入れでやってください。でコピーできます。 OK。 次はパソコンとの接続を行います。ソフトウェアのインストロールを行います。
現在ソフトウェアのインストロールを行っています。現在、プリンターとパソコンを USB ケーブルで接続しています。はい、インストロールが終了しました。でこれからプリンターの接続を行います。まず今回 USB で接続した場合のやり方をやってます。なのでここでは無線 LAN じゃなくて USB にチェックを入れて、あとはディスプレイの通りの手順で進めていきます。セットアップが完了しましたと出てます。ではこれからテスト印刷をしてみます。はい、印刷完了です。綺麗に印刷されています。はい、最後ソフトウェア印刷ですが完了しました。製品が使えるようになりましたと。で、終了。じゃあこの写真を印刷してみましょう。ちなみにこの写真の犬は我が家の愛犬ロンちゃんです。印刷、はい、どうでしょうか。現在写真を印刷してます。写真の色具合を見ます。どうでしょうか、印刷完了です。ちょっと白っぽいね、やっぱり。で、今日の写真の出来上がりはこんな感じです。はい、印刷結果は文字の印刷は完璧でしたが、写真はまあまあ値段相応の結果でした。